さあ続きいきましょう。ついにこれがラストダンジョンになるのかどうなのかってところですけどね、最終回なのか、まあどうだろうね、2本ぐらい続くかな、1本で割るってことはなかなかないとは思いますけども、はい、行きたいと思います。カードもねしっかり揃えてきましたんで、このエリアからは凄まじく邪悪な気を感じる。オッケー行こう。はい、お前たちなんだ、俺と遊んでくれるのか。誰、ワンバトルで割る。おおお前かい、お前かい、そうか、これワンバトルで割るかな、もしかして。どうだろうね、まあ魔人ブーだけどさ、これなんだろう、なんだっけ、いろんな形態あるじゃない、このデブのやつとかね、純粋ブーとか、もしかしたら段階で分かれて戦うこともあるかもしれないからね、ちょっとどうだろう、全力でいってもでもいい気もするけどな。曲がまためちゃくちゃかっこいいね。じゃあ超新水使います。7つあるからな、まあ全部、まあ最長路まだまだいっぱいあるから、まあいつものごとくご飯バーダックトランクス、このあたりかな。いや未来ご飯か、未来ご飯だな、このあたりちょっと使ってやって。オッケー、バトルスーツチャオズ、あとはクリリン、まあこんな感じでいいんじゃないかな。よし行こうか、行こう。まずスーパーサイヤ人になんなきゃいかんな。ちょっとバトルアリーナ行ってきたから解除されてるね、スーパーサイヤ人状態が。じゃあスーパーサイヤ人になろう。スーパーサイヤ人、まあ何でもいいんですけど、あーバーダックはなれない、バーダックベジータトランクスはなれないな、これまあしょうがないっすね。うん、だったらこれ何なんだろうね、チャオズのこの脇にこう なんかついてるやつね、これなんなんすかね、ちょっとよくわかんないけど、まあいいや、幕方位弾、まあ何でもいいっすけど、トランクス適当に殴りますか。強いんだろうねこいつね。はい、2回でしょ。おカメハメ掘ってきた。2回3回、術、はい、術っていうカードね、ご飯強い。4回かってことは HP 減ったら5回6回って、これまた増えてくるな、これまた強いですよきっと。30分1本の動画で終わんねえんじゃねえかな。まあいいでしょう、もう とりあえずスーパーサイヤ人になっても必殺連打でいきますよ。持てるカード全部使っていこう。一応まあワンバトル、どうしようかな、ワンバトル想定でどんどんカード使っていくか、これで最後だと思って。対空班の時はワンバトルだったもんね。あ結構入ったな、結構入ったわ、入ったぜ。いやー蝶のカードが全然ない。枠か、枠1に3枚あればいいんだけど、2枚、あーでもいけるヒッツカードもあるからね。スーパーサイヤ人、スーパーサイヤ人で、スーパーサイヤ人、オッケー。でもご飯ね、もう一つ変身したいんだよね。まあしょうがない、ちょっと我慢だ。よーし、曲が素晴らしくかっこいいね。なんなんだろう、これ原作にあったなんか曲なのかな、それともオリジナルなんですかね、この作品の、このゲームの、ちょっとわからんけど。うわぁ、全然、通常攻撃はダメージが入らんな。1回、うわぁ、食らう。2回、3回。ナイス、いいね。4回か。よし。あ、そうそうそう、なんかね、いろいろ、コンボ増えたんだけど、人造人間の2人もなんか連携覚えたし、あと何だったっけな、他にもなんか覚えてないか、覚えてないな、あれなんか覚えたような気がしたけど覚えてなかったか。
まあいいや。はい。じゃあご飯がスーパーサイヤ人2になりたいからね。この辺使ってこう、スーパーサイヤ人。瞬間移動カメハメハ、あんまりダメージ入らないと思うんすよね。だったらこっちかなっていう感じだよね。動き止めるか。いや、でも防御1だぜ。怖いな。超能力。枠2枚。枠はもう使い物にならんから、適当に。殴って攻撃。うわー、食らうなー。あー、集中やめてくれ。集中攻撃やめてくれ。うわー、必殺ばっか打ってくる。うわー、ご飯。かわせ。いいね。ご飯もうぶっちぎって強くなっちゃってんね。オッケーオッケー。お、防御に。ここチャンスですよ。はい、773。まあまあまあ、悪くないんじゃないですか。やっぱかっこいいね、このね、スーパーサイヤ人2のご飯は。さあ、いけいけ。そこそこ入るでしょ。いいね、オッケー。そして、動きを止める。うわ、やっぱ能力差あるからかわされるんだろうな、これ。あれだよね、かわされる率がさ、だいぶ高くなってきましたよね。そんな気がする。父カード買ってきたんですよ。あれ？どこだったっけ？あれ？買ってなかったかな？いや、買って、あった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 。もう全部行こう、全部。超枠。枠は買えるでしょう。亀。もう一回動き止めに行くか？動き止めに行くか。尿意棒。尿意棒。まあ、尿意棒使うか。尿意棒使っていこう。弱いな。まあ、全部使ってもいいかなって感じだよね。せっかくだからさ。オッケー。まあ、防御ちょっと薄いカードもあるけど、まあ、行こう。よし、後半行け。スーパーカメハメハ。バーダックもう一回行け。ベジータいまいちだからちょっと飛ばそうか。ソードアタックの爆裂乱舞。そして、超能力。今度こそ決めてくれよ。シャオさん。なんかね、すごくスマートな魔人ブーに見えるけどね。これ、こっからこう見ると。そんな太ってる感じには見えないけど。ちょっとまだ喉の調子がねあまり良くないからね。さあ、防御薄いところで一気にみんな攻めていきたいところだけども、防御7か、厳しいな。あんまり入らんな、このターンは。まあでも地道に削っていくしかない。ラストバトルだと思ってね、どんどん行こう。OK、548。まあ、超新水全員に使ってやってもいいけどね、スーパーサイヤ人軍団全員に使ってやって、底上げしてもいいっちゃいいんだけど、心の奥底がね、この後にまたもうワンバトルあるかなという不安もあるんで、違う。スーパーカメハメハ、もう一回行こう、スーパーカメハメハ、バーダックちょっと休憩。受けさあ、王子来たよ、王子、お前の出番だ。あー、ご飯ちょっと反応しねえか。じゃあちょっとお休みだ。超能力ピッコロさん行こう。マクホイダン防御7。この今回2回行動だと思うんだよね。あー、 Z だ、 Z のままだな。うわー、ダメだ。あー、なかなかね、カードの巡りがちょうどよく来てくれないですね。だからうわー、やっぱダメだな、チャオズ。これだったら普通に、あれだね、起源列残雨ってダメージ与えた方がいい気がしてきたな。あ、そうそう、今、防御下がったけど、スキルでなんか防御を下げる。星の数だっけ、関数字だっけ、なんかこう減らすみたいなやつ。で、弱体化させるっていう、そういうスキルも大事になってくるよね。こうなってくるとなーっていう
感じだよね。ちょっとウーロン使うか。ウーロンも7枚あります。超2枚、亀2枚、枠2枚。まあバランスいっちゃバランスいいけどね。亀に、こう亀来るんだよな。亀来ちゃうんですよね。ウッパーボーラー攻撃防御少し上げる。ウッパーちょっと使うか。もう1枚いってもいいよ。まあこんな感じでいこうか。あんまり必殺打てねえな。1、2、3、そんな感じか。まあいいか、いくか。じゃあ超から打っていく。スーパーカメハメハ、ファイナルトランクスは打てない。ご飯が爆裂乱舞で、まあこの辺だよね。防御高い。なんともな。危険烈山チャオズ、もう一回チャンス与えてやる。超能力これでかわされたらもうチャオズちょっとあれだな、ちょっと変えてもいいかなって感じするね。407。おでも少しずつ上がってきたか火力。いや違う、防御が弱いだけか。ブーの防御が弱いだけか。でもここチャンスだよ。ここチャンス、どんどんいっていいんじゃない。激変烈山もね、だいぶ後輩になってから加わったけど結構ね重宝してますよ。さあこれ結構入ってほしい。いった4キロいった。オッケー。ここはもうチャンス。さあこれもそこそこ入るんじゃない。いいですね。さあチャオさん頼むよ。よし。オッケー。攻撃回数減らすだけでもだいぶ楽だよね。さあ、まあ、悪くはないけど蝶のカードがねちょっと弱いね。こういう時やっぱウッパーがだいぶいいんじゃない。まあって感じかな。まあって感じ。さてエネルギーはだいぶないよ。ご飯と、まあご飯2人だな。ご飯2人。って感じかな。チャオズ変えてもいい気がするな。ヤムチャに変えて新ローガウタ吸ってもいい気もするんですよね。どうしよっかな。ここに来て変えるか。もっと攻撃が激化してきたらチャオズ入れ替えてってのもいいかもしれないですけどね。いやもう最後まで行こう。このまま最後まで行こう。今までこれでやってきたからね。そうしよう。スーパーカメハメハ、まああとご飯どうしようかな。まあ超で爆裂乱舞、チャオズが超能力、ピッコロさん幕方位弾で、クリリンが危険烈弾で悟空適当に攻撃。よし行こう。あ来た防御1よ。いいよ、いい巡りできてる。チャンスいいね。さあ止めろ。うわーやっぱダメだ。これ完全にステータス差だな。ご飯がね結構レベル高いんで相手の攻撃かわす率が高いんですけど、まさにそんな感じだよね。ステータス差が多分物を言ってるんじゃないかなって気がするんで、いやーこれヤムチャの交代だな。ちょっと動きを止められないチャオズはちょっとね鬼物だなこれ。だな。あーっとカード変わっちゃう。カード変わったね。まあしょうがない。いやもう散々ね動き止めるチャンスあったけどチャオズなかなかちょっと厳しいっすよね。まあダメージカットのアイテムも入れてるからまあいっちゃいいんだけど、いやー交代だ。ダメだ。はい交代します。はい新郎が夫婦剣打たすよ。
亀のカード来たら。来てるね、亀のカード。ご飯はまだ爆裂乱舞いけるけども、打ち尽くしてもいいんじゃないかなって感じするよね。KI 使い切っちゃっても。って気もするよね。HP 大丈夫か ?HP、まあ、大丈夫っちゃ大丈夫。クリリンやばいな。クリリンちょっとやばい。まあ、打ち尽くすか。82だから、まあ、海洋剣カメハメハ。かな。スーパーサイヤ人だっても海洋剣打てんだね。海洋剣カメハメハ。待て。KI 高いやつから、行こう。爆裂乱舞。ピッコロさん。ピッコロさん、マクホイダン。で、ヤムチャクリリン、ここ。行こう。新郎が。新郎がに、ちょっと HP 低いけどね。禁煙列山で、あと誰が行くかって感じ。バーダック、トランクス行くか。トランクス、バーニングアタック。行こう。あー、防御高えな。防御が高い。まあ、しょうがない。それでも、300でも400でも、OKOKOK。食らってくれりゃいい。1回2回さあ防御下がってきたけどちょうどよく下がってきたところで攻めたいね。4かまあ悪くはないかなって感じ。特別良くもないけどまあ悪くもないかなって感じだね。さあ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 これどんぐらい ?358 まあでもこんなもんか。いいよいいよ。まあしょうがない。地道に行くしかないよね。401さあこれどうだ。ああま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 あって感じかな。さあこれはちょっと期待したいね。爆裂乱舞いいね。571そして海洋剣カメハメハ。うんまあこんなもんか。こんなもんだよねやっぱね。間が多いね。間が多いね。しかしねあられちゃん、あられちゃん行こう。オッケー、行った。あられちゃん行ったよ、ウーパー。ウーパーでちょっと強化しようか。よし。って感じだな。ヘビ姫、ヘビ姫。ヘビ姫使って、角使ってもいいんじゃない？ 7 枚あるから。どんどん行こう。よし、行くぜ。どんどん行きます。ご飯。爆裂乱舞、トランクス。ソードアタック。ベジータ行くか？行くか、お前。行こう。王子だからね、なんつってもね。わー、5か。防御5か。もうちょっと弱いカード。欲しかったけどもまあしょうがない。 OK まあまあこれでも大体1000ぐらい食らわせるからね。2人で1000ぐらいって考えればまあ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 かな。よしいけいけいけい。もうずっとこれのね必殺技連打って感じですけどね。さあ来た来た来た。251いまだに火力上がってこないな。でもベジータ攻撃してくれるおかげでなんかあの相手のカードが弱体化してるよね。これは割といいいいですよ。これ2回でしょ。攻撃回数増えてきたら HP が減ってきたっていうことだと思うんで3回4回。どうだ4回か。まあ特に変化ないって感じだけど、トランクスちょっとやばいね。ちょっとやばいね、食べ物。食べ物食わしといて。食っといて食っといて。OK。で、ご飯も。ご飯も食っといて。ちょっと KI 回復させたい感じだけどね。プーアル使おうか。トランクスと未来ご飯ちょっと使っとこう。 OK
よし、行くぜ。カードがまた微妙だな。あられちゃんだな。もうあられちゃん連打でもいいよね。あられちゃん。ボラ先生。ボラ先生、行くか。まあ、1枚使えば、ボラ1枚使えばだいぶ強化されるんじゃないかな。7枚あるからね。オッケー、よし、5。いいね。ボラ先生、いいね。いいですよ。スーパーカメハメハ。SF リベンジャー。ちょっと、王子は星7で。ファイナルフラッシュ。ソードアタックの爆裂乱舞、行ってこい。うわー、来た来た、防御2。ここはね、ここは行きたいよ。シール行きたいね。できる限り、削ってくれ、800。オッケーオッケーオッケー、いいよ。どうだ ?651。いいね。今ので1400ぐらいか。いいダメージだと思うよ。ただ、あとこれを何ターン続けなきゃいけないかって感じだよね。なるべく早くしかめっ面まで持っていきたいけど。これさ、スーパーカメハメハ3人で撃ったらどんぐらいダメージ出るかな。どうかな。3人分のダメージ出してくれますかね。どんな感じだろう。オッケー、食らうね。あ、ちょっとここも防御弱い。大丈夫か。オッケー。まだなんともって感じだな。びくともしないっていうか、そういう感じだね。そういう感じだね。クリリンやめちゃう。この辺もちょっと必殺打ちたいな。必殺打ちたい。打ちたいってわけじゃないけど、KI 無駄にしたくないっていう感じだよね。打てるかな。枠をさ、ちょっと変えたいな。枠。父カードあったあった。枠と魔を変えようか。これ変えて、でジャッキーカード、ジャッキーカードはどこだ。あった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 。これもカード強くしてくれるからオッケー。いいんじゃない。いや、やっぱボラだったか。牛魔王使おう。牛魔王、オッケーオッケーオッケー。こんなもんでいいでしょう。スーパーカメハメハ。ここもご飯は打てないから、トランクスいけ。ソードアタック、未来ご飯だな。爆裂乱舞。この辺だよね。こうだな。ヤムチャは確かカード強くなるから、こうだな。よし、いけ。防御5かー、くそー。まあまあ高い。まあまあ高いぞ。まあまあ高い。まあしょうがねえな。それでも少しずつでいいからダメージ入ってくれ。どうだ ?714 いいじゃない。はい、おっと、ちょっと処理が重くて固まったね。お、なんか違う攻撃してきた。これはダメージ負ってると見ていいのかな。なんか超能力の効果あるね。こう、ま、なんだろう、巻きつけられて身動き取れないみたいな、そんな感じなんだろうかね。なるほど。ちょっとで、多分ね、この後もうワンランク強い技も打ってくるんだよね。これ以上追い込んでいくと多分そんな感じだと思うんだよな。 OK、 403。さあ、そして483。って感じだな。あとはスーパーサイヤ人軍団もうダメだよね。この辺はクリリン身動き取れないから一旦待ちだな。一旦待ちなんですけど、いや、もうあれだ、あられちゃんでいこう。あ、また必殺技カードで、これ消費なしで打てるからね。ちょっと打ってほしい。こういう使い方もいいよね。
気に使っちゃっていいんじゃないのこれ。ねえ、こうこうこうどんどん使っちゃっていいんじゃない。はい、一気に使っちゃったけど、さてそれでからのあられちゃん。あられちゃんどこだ、あられちゃんはどこだ。あれなんか、あった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 。使って牛魔王、まあボーラ使おうかなと思ったけど、牛魔王から先に消化していこう。もう一回もう一回、って感じだな。まあまあ、グレゴリー交換、交換 OK、 よし行こう。これでなんとか行きましょう。スーパーカメハメハ、スーパーカメハメハ、SF リベンジャーの爆裂乱舞、このあたりかな。ソードアタックでベジータ行くか、お前頼むぜ。あ、そっか、ベジータ使ってなかったんだ。ベジータ使ってなかった。じゃあピッコロさん、ピッコロさん行こう。爆放威弾、防御が5か、なかなか隙を見せませんねこいつね。あー、しょうがない。758、それでもご飯は安定していいダメージ出してくれてますね。やっぱレベルが一人だけ飛び抜けてるっていうのもあるんですけど。 OK、 310。さあ刻一刻と尺の方がですね、だいぶ迫ってきておりますよ。27分ぐらいまでもう来ちゃったからね。さあどうかな。全体攻撃も増えてきてますね。結構効いてるとは思うんだけど、でもまだまだしかめっ面ならんのよな。3回、4回、5回なるかな。どうだ、あー5回はまだ来ないか。4回のままいっちゃうのかな。422、はい、もうどんどん行こう、どんどん行こう。気が足りない状態だよね。気が足りない状態。どうすっかな。またあられちゃんか。基本あられちゃんだな、あられちゃん。必殺技カードを使います。バーダックと、バーダックとご飯でいこうかな。いや未来ご飯の方が良かったかな、ちょっと分からんけども。カード的にはどうなんだ、これ入れ替えた方がいいのかな。入れ替えた方が良さそうだな。ランチ金髪 OK、 入れ替えた。防御と攻撃入れ替えた。それで牛魔王でどうだ。ジャッキー使って、まあ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 じゃないですか、まあまあじゃないですかね。でスノー使う、いやヘビ姫行くか。ヘビ姫一回行って、ちょっと回復、ちょっと回復でスノー使おう。よし行こう、資源はたくさんあるからね。悟空スーパーカメハメハ、ご飯 Z でいこう。スーパーカメハメハ、 SF リベンジャー、ベジータな、ファイナルフラッシュのソードアタック、爆裂乱舞いけ。おー来た来た来た、防御1、ここだぜ、ここだ、ここで決めるんだ。 OK、 714、あのね、満面の笑みをね、崩したいよね。1214、めっちゃくちゃ食らった。いいよ、押してるよ、押してるよ。結構足に来てんじゃねえかお前。さあ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 、効いてる、効いてる効いてる、オッケーオッケー。おー、なに、お菓子光線みたいなやつ。あ、お菓子になっちゃった。これどうなんのかな、もう、戦えない感じ、お菓子になっちゃったね。あー、そっか。やっぱ、一旦身動き取れないのか。
そうか。一旦なのかな。おお、なんかやっぱいろいろやってきたね。これはダメージ食らってる証拠ですよ、これ。ねえ。結構効いてると思うんですけども、5、2、1、オッケー。さあ、だけど表情は変わらない。って感じだね。HP 前回回復、カプセル少し回復、少し回復させるか、HP。HP と KI を回復させよう。おっしゃ、必殺は1、2、3、4人撃てるな。あー、でもいいか、これは悪くないんじゃない。ちょっとカード強くしたいけど、10万はあと何枚ある？ 2 枚。2枚か。まあ、いくか。2枚使っちゃえ。OK、OK。2枚使って、まあ、まあまあまあ、ちょっとこれで行こうか。じゃあ行きます。スーパーカメハメハ。SF リベンジャー。うん、ご飯何のカードでもいけるか。トランクス、ソードアタックの、どうすっかな、ピッコロさん行くか、爆裂乱舞、ピッコロさん行ってのクリリンクか。危険列弾。さあ、いけいけいけ。なんとか今回の動画でしかめっ面のとこまで持っていきたいね。うん。あ、食らった食らった。それでもまだ全然変わらんな。全然変わらんね。うわぁ。HP 本当に無尽蔵だよ、これ。これこそ無尽蔵だ。これが本当の最後なんじゃない？本当の裏ボスっていうか裏面の。裏ダンジョンの最後の最後のボスっていうことなんじゃないかな。ってなると強いぞ、こいつ、きっと。おお、変わった変わった変わった。よし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 。オッケー。変わったね。できればだけど、まあ、願わくば本当ワンバトルで終わってくれること祈るよ、これ。これ、次の形態やったらちょっと厳しいからね。うん。カード結構もう、ワンバトルだと想定してカード使っちゃってるから。ちょっとこれは厳しいですけど、さあもうちょっとだ。よし、じゃあ一旦ここで区切りたいと思います。しかめっ面なったからね、ここで一回区切って、次回、まあ、これがもしワンバトルであるんであれば次回最終回になる可能性が非常に高いと思います。はい、まあ、あとはなんだろう、続きの新たなダンジョンが解放されたとかなると最終回にならないけどね、まあ、どうなるかまだ分かりませんけども、はい、とりあえずはね、次回お楽しみにということで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。